に研究といっても恐ろしいことをするわけではない。安心してくれ。わかった。ありがたい。幼少が取れたというわけだ。バラバラにされても文句は言わないように頼むぞ。冗談だ。わかった。練習しておこう。さて、私は授業があるから失礼する。今後ともよろしく頼むぞ。いろいろと楽しみにしているからな。よし。気にしないで。ゆずは、巫女のお仕事はちゃんとするつもりです。あ、兄ちゃんって呼んじゃってるけど、やっぱり慣れ慣れしいかな。ゆずはは他に呼び方がわからなかったのだけれど。じゃあ、兄ちゃんのままでいい？ゆずはの中ではお兄ちゃんが一番しっくりきたので。例えるなら夏の終わりと猫くらいしっくりきたよ。あ、例えが分かりづらかったかな。
か話さなきゃいけないことはあるかな。ゆずはは気が利かない子なので、何かあったら言ってください。いや、分かったと思うけど、ゆずははおしゃべりが苦手なんだ。だからごめんなさい。いいよ、ゆずはと話しても面白くないもん。お姉ちゃん、時間は大切にしないとだよ。でも、ゆずはは…さよなら。自分の時間の過ごし方は自分で決める。あ、ゆずはは自分の時間をどう生きたいんだろうな。全然わからないや。いらっしゃいませ。おいしいパンで幸せをお届け、ゴレットのパン屋へようこそ。え、お兄さんじゃないですか。どうしたんです？わざわざ私のお店まで来て。おいしいパンの匂いにつられてふらふらと迷い込んできちゃったんですか？ああ。おお、嬉しいこと言ってくれちゃいますね。そうですよね、おいしいパンには人を引き寄せる力がありますから。お兄さんがここに引き寄せられたのも無理なからぬことです。いわば自然の摂理ですね。石ころが引力に逆らえないのと同じことです。ちなみに私はこれを暗流引力の法則って名付けています。これはもちろん私のお店はどなたでも大歓迎ですよ。さあさあ、どれでもお好きなパンを選んじゃってください。それではどのパンを召し上がります？私のおすすめはですね、ああ、そういえばそうでしたね。これは私としたことが失礼いたしました。では、私はコレット、水亀座の巫女です。普段はここでパン屋を営んでいます。まあ、カリスマパンシェフであり、キュートな看板娘といったところでしょうかね。よろしく。はい、よろしくお願いします。今さらマレビトさんって呼ぶのもなんですし、このままお兄さんでいいですよね。ああ、了解です。ではお兄さん、早速ですがご質問させてください。私のこのお店どう思います？屈託のないお兄さんの印象をお聞かせ願いたいのですが。キュートですか。それはお店の評価というよりこの私自身の評価じゃないですかね。まあ私がいることでお店にキュート感がにじみ出ちゃってるのは否めませんけど。よく言われます。すがすがしすぎてその言葉が胸に刺さるようだと。そう、私自身は褒め言葉だと思っていますけど。おっとと、つい話し込んでしまいましたね。そろそろパンを焼かないといけないのでこの辺で失礼させていただきます。はい、先ほどもちらっと言いましたが、このお店は私一人で切り盛りしています。これからは巫女の仕事もありますし、
今まで以上に多忙を極めそうですよ。いえいえ、このくらい何のそのどんまいです。あ、そうだ、よかったらそこの売れ残りのパン持ってっちゃってください。朝に焼いたものですが、まだまだ柔らかくて美味しいですよ。きっと一口で幸せな気分になれること間違いなしです。はい、もちろんお代はいただきますけどね。それくらいやらないとお店をやっていくのは大変なんですよ。それではまたのご来店をお待ちしています。大丈夫ですか？ああ、教会の前で倒れていたんです。熱射病かしら。少し熱があるみたいです。無理しないでくださいね。いけません。病み上がりに無理をしたらまた倒れてしまいますよ。あなたがこんなに無茶をする人だったなんて。教会に用があるのなら私が受けたまわりますから、あなたはここで休んでいてください。まあ、私に会いに？わざわざ会いに来ていただけるなんて嬉しいです。なんだかあなたは私が想像していた人とは違います。神殿であなたを見るまで、まれびと様はもっと屈強な方だと思っていました。そうか。いいえ、怖い方だったらどうしようって。優しそうな方で安心しました。以前簡単にしましたけど、改めて自己紹介させていただきますね。私はアリーと申します。この教会でご奉仕させていただいています。教会に来られる方の対応をしたり、時々子供たちに勉強を教えたりしています。あの、まれびと様はどうでしょうか？私、期待外れでしたか？そんなことありません。もう、口がお上手ですね。でも、ありがとうございます。褒めていただいて嬉しいです。ありがとう。いいえ、これも神のお導きです。私、巫女になったばかりで、至らぬ点などがあるかもしれません。でも、神から頂戴した大切な使命、精一杯務めさせていただきます。ですから、よろしくお願いしますね。よろしく。お互いの使命のため頑張りましょうね。やあ、私に用かい？そうか。